二段燃焼サイクルの模式図。一部の燃料と酸化剤を燃焼させ、ポンプを駆動する。二段燃焼サイクルとはに、液水神経ロケットエンジンの動作サイクルの一つである。水神剤の一部をプレバーナーであらかじめ燃焼させ、その燃焼ガスでターボポンプを駆動させる。その時の燃焼ガスは、 ターボポンプで加圧された推進剤とともに主燃焼室に送られ燃焼する。酸化剤と酸化される燃料という構成の場合、4年における混合比について燃料リッチと酸化剤リッチの2つの場合がある。スペースシャトルのエンジン済むなどは燃料の比率が高い燃料リッチであり、エネルギアのブースターに用いられたエンジン RD-170 などは酸化剤の 比率が高い酸化剤リッチである。酸素リッチの方が高出力を得られるが、高温の酸化性ガスにエンジン内面がさらされるという難しさがあり、旧ソビエト連邦ロシア及び中国以外では実用化された例がない。二段燃焼サイクルの優位な点は、すべての推進剤が主燃焼室での燃焼に利用され、エンジン全体としての被水力が高いこと。 また高圧で燃焼できるため大気圧化においても効率の良い高膨張比のノズルを用いることができることである。一方、部品点数が多くなり、開発や製造はより困難になる。プレバーナーで発生させるガスはターボポンプを駆動した後においても、なお主燃焼室よりも高い圧力を保っていなくてはならないから、プレバーナーは極めて高圧で動作しなくてはならない。 したがって、プレバーナーに供給される推進剤を加圧するターボポンプは、さらなる高圧で動作する必要が生じる。このように、システム全体で極めて高い圧力での動作を要求することが2段燃焼サイクルエンジンの開発が困難な大きな理由である。世界初の2段燃焼サイクルのエンジンは、1949年に、 ソ連のバレンティング・ルシコの下で働いていた技術者、アレクセイ・イサエフによって開発された。最初の2段燃焼サイクルエンジンである S1.540 では、イサエフの助手であったメルニコフが設計した、ソ連の惑星探査機打ち上げロケットに使用された。同時期、ニコライ・クズネッツォフは、コロリョフの軌道周回 ICBM であるグレーン -1 用に、 ヘイサイクルの NK-9 の開発を始めた。クズネツオフは後に失敗した N-1 ロケット用の NK-15 と NK-33 エンジンに設計を取り入れた。ケロシン、液体酸素を推進剤として使用し、酸素リッチの燃焼ガスでターボポンプを駆動する設計を採用した。失敗した N1 ロケットの一段目には30機の NK-15 が搭載されていた。N-1 計画が頓んだ中止されると、クズネッツオフは改良型である N-1F ロケットに搭載するつもりで開発し、大量に製造されていた NK-33 を破壊するよう命じられたが、その後もクズネッツオフは密かにエンジンを保管し続けていた。1990年代にエアロジェット社が、 クズネツォフの工場を訪れたが、エアロジェット車は NK-33 の高い脾水力などの使用に、回帰的だったため、クズネツォフはエンジンをアメリカへ運んで試験を行った。酸素リッチ燃焼技術は、アメリカの技術者も検討していたが、実現に至ってはいなかった。推進剤に4酸化にチッソ、非対称ジメチルヒドラジンを使用した。 RD-253 は1963年頃にバレンティングルシコによって開発され、1965年にプロトンに搭載された。エネルギアのブースターに採用された RD-170 は世界最強の2段燃焼サイクルエンジンで、後に消介量が加えられて RD-171 となりゼニットで用いられている。また、 RD-170、RD 171で4個あった燃焼室を2個とし水力もおよそ半分とした RD-180 エンジンはロッキード・マーティンが開発したアトラス3とアトラス V に搭載された。さらに燃焼室を1個として水力を RD-170 の約1、4とした RD-191 は ロシアの新ロケットファミリーであるアンガラ向けに開発が続けられている。西側では、西ドイツのベル校舎で1963年に、初めて2段燃焼サイクルエンジンの試験が行われた。スペースシャトルに搭載された、スムヤ、H2, h e や、HIIB の LE-7、LE-7A は2段燃焼エンジンの典型である。 1950年代のイギリスのガンマエンジンのような、ケロシン、火酸化水素を推進剤とするエンジンにも、平サイクル燃焼が採用された。これは2段燃焼サイクルではないが、触媒によって、火酸化水素が分解されて、タービンを駆動する前に燃焼室内で、ケロシンと反応して燃焼させることにより、技術的な課題を回避しつつ2段燃焼サイクルの、効率優位性を得ている。 スペースシャトルの主エンジンは2段燃焼サイクルのエンジンで初めて液体酸素と液体水素を使用した。対するソビエト連邦のブランを換気の RDE-0120 はすぐに使用は近いが技術的に複数のサインがある。フルフロー2段燃焼サイクルの模式図。赤の半透明四角形がプレバーナーで通常の2段燃焼サイクルが1機なのに対し、 FFSCC では2機あることがわかる。フルフロー、2段燃焼サイクルは2段燃焼サイクルの一種で、ある。例えば蒸気のような2段燃焼サイクルでは、プレバーナーで燃料リッチのガスが生成され、酸化剤の大半はターボポンプの駆動に使われることなく、メインバーナーへ供給される。FFSCC では供給される燃料と酸化剤のすべてがターボポンプの駆動に用いられる。 つまり燃料リッチ、酸化剤リッチの両方のガスが生成され、それぞれが独立したターボポンプの駆動に使われる。駆動に使われたガスはメインバーナーへ供給され、適切な燃焼比率で混合される。FFSCC ではタービンがより低い温度でより多くの推進剤を供給することが可能であり、エンジンの超寿命化と高信頼性を達成することができる。 また燃焼室の圧力を高めることができるので、効率の向上にも寄与する。加えて、蒸気のような連結型のターボポンプで問題となる燃料と酸化剤のシーリングを考慮する必要がない。燃料、酸化剤のいずれもが不完全燃焼の状態にあるということは、メインバーナー内における燃焼反応を促進するという意味で重要である。このことから、 従来の2段燃焼サイクルに比べて、被水力を10から20秒程度改善することが可能である。1960年代に旧ソ連の RD-270 エンジンで試験されたほか、2010年代にはベースペース X 社がラプターエンジンで実用化している。ありがとうございます。